こんにちは。梅雨になりましたね。今日は、シゲ島に来ています。皆さん、こんにちは。おう、南風四万十の並結列車が来たぜ。邪魔にならないところで見ているわ。81系の特別列車南風が、1972年3月のダイヤ改正で、走り出してから今年2022年で50年を迎えるぞ。記念ツアー列車も、計画されているそうね。そうなんだ。7月に走るぞ。楽しみね。あーみんな、待ってるぜ。マリナ、口パク忘れたの。ところで、1972年7月といえば、忘れてはならないシゲ島災害があったわね。おおそうだな、DF50 機関車と客車も巻き込まれた災害だ。鉄道ファンなら知っているな。昨年は、愛島の広場で50回忌が行われたわね。現場を知る方たちも、ご高齢になられたのね。記憶は薄れていくけど、残してくれた教訓は繋いでいかないとな。今日は、いいこと言ってくれるわね。今日もだろ。そういうことにして、じゃ、後に繋いでいく大切なポイントを、話してあげて。ああ、それじゃあ行くぞ。ゆっくりしていってね。まずは、シゲ島の地形。風土からだな。地名の由来だが、して民氏出し峠読んて通しで峠では語呂が悪く、藤が茂る、茂島になったという。鬼が嫌がる藤ね。この地域は明治の頃、天坪村の南に位置していたが、1955年から1956年にかけて大豊村と合併後、茂島は土佐山田町へ編入、現在は上市土佐山田町茂島となっている。この駅も、天坪駅だったのね。何言ってるんだ、霊夢、1963年まで浜坪駅だぜ。あ、ごめん。雨ではなくて、点となっているのは、点に近い窪地だということだぜ。地図で説明してみて。北西の本山方向、国見山線89メートル、南西の国道32号根引峠、395メートル、北東の茂の森線135メートル、南東方向の赤塚山847メートル、に対して、茂島駅347メートルだぜ。このような地形なのかもしれないが、昔から雨が多く、特に南西からの冬の時は、かなりひどくなる傾向だぜ。1955年3月に、天坪村は廃止されたが、今でも呼び名だけは残しているところもあるぜ。この角茂谷駅のすぐそばにもあるぜ。地域愛を感じるね。地域愛といえば、この方もそうだろう。子供たちを愛し、日本を愛した溝口忠宏先生。シゲ島小学校中学校は2013年3月に休校になっている。正門と校舎は綺麗に残っているわね。正門の左手の小山の上に神武天皇の像が立っているぞ。なんでこんなところに？話せば長くなってしまうので、簡単に行くぞ。溝口先生は、1950年にシゲ島中小学校赴任から、退任される1978年まで、毎年2月11日の紀元節の祝日、五味建国記念の日には紀元節式典を行った。これが、全国報道されて賛否両論ある中、多くの寄付金が寄せられたそうだ。台座の裏側には、制作者の顔があって和歌山県橋本市住人とあり、城大谷相模森藤原正嗣28世となっている。竣工昭和38年2月11日、早朝15分となっているわ。龍馬もびっくり。茂島駅待合所には、災害時避難場所として、茂島小中学校が指定されているぜ。徒歩20分って、国道沿いだから大変ね。次に行くぞ。災害が起きた年の、気象だ。1972年。昭和47年7月上旬は、全国的に大雨災害があって、多くの方が亡くなった。このため気象庁は昭和47年7月豪雨と命名した。この年の四国地方の梅雨の期間は、6月3日から7月18日頃までと長く、梅雨時期の降水量の平年比 134% となっていた。7月2日から5日にかけて寒冷前線が九州付近にあって、高知県には太平洋の暖かい湿った空気が入ってきた。上空には朝鮮半島から寒気が入り大気の状態が不安定になった。梅雨末期にはよくあるパターンね。
このため、4日午後から6日昼前にかけて、県東部や茂東では大雨となった。集中豪雨ね。茂東の4日9時から5日15時までの時間雨量を見てみよう。4日の午後には80ミリ以上が3回、そして災害発生の5日には、5時62ミリ、6時95ミリ、7時95ミリと土砂降り状態になっている。8時からは76ミリ、9時58ミリ、10時31ミリ、11時8ミリと雨の状況は回復してきているように見えるのだが、4日降り始めからの積算雨量は800ミリに近づいてきている。この、当日雨の状況を頭に入れて、それでは次の災害の様子と、後で調査発表された地質のことを合わせていくぜ。5日の午前5時頃から、茂東駅北側の追回し山が小崩落し土砂が家屋に流入した。このため、消防団員が土砂除去作業をしていた。6時45分頃高さ20メートル幅10メートルの小崩落があり、200立方メートルの土砂に消防団員1名が巻き込まれた。一時災害ね。すぐに、町職員、消防関係者が招集され、約120名が捜索活動を行った。3回目の小崩落が発生するなど、危険な状況が続く中、ショベルカーも加わり捜索を急ぎ、10時54分頃、不明者の着衣が見えてきた時、高さ約10メートル幅25メートル、4回目の小崩落により2家屋が被害水が止まったという叫び声の後、10時55分頃、大音響とともに高さ80メートル幅170メートル長さ150メートルの大崩壊が起こった。現場にいた人でないと、その時の恐ろしさはわからないわね。ああ、そうだな。崩落を起こした追回し山付近の地質は、七部湖成層と呼ばれる、約2億年前の海底堆積物からなり、崩壊付近にはいくつかの断層帯に大小の割れ目が発達していたらしい。山麓の約45度傾斜層の間には地下水の道となった断層破砕帯の風化が確認され、滑りやすい状態になっていたようだ。昨夜から降っていた雨は、追回し山地下水排出口付近となる山麓部の小崩落にその流路を断たれ、破砕帯の滑り増大と地表面の降雨と合わさり、急速な貯留水が増加山腹内部の水圧上昇により大崩壊に至ったと推測される。たまりに溜まった雨の力、結局は自然の力すごいね。そうなんだぜ。人は自然の中で生かされている小さな生物だな。当日災害に巻き込まれた、土山本線の224普通列車は DF5045 ディーゼル機関車作員で、客車4両、高知発高松行きだった。6時16分頃に到着後運転中止されて、すぐにバス振り替え輸送が行われたが、車内には国鉄職員と乗客数人が残っていた。写真などから推定ではあるが、土砂は古仙峡から高松川にあったので、機関車と客車1両は土石や倒木に巻き込まれ穴内側に横転しながら落下、客車2号と3号は連結器が外れ後ろ2両は落下を免れた。客車2号は機関車と客車1号に引っ張られながら左岸に落下時に横転、1号客車との連結器が外れた。機関車と1号客車はそのまま右岸側まで飛ばされたと見ている。自衛隊や機動隊、消防関係者による捜索救出作業は約1ヶ月間続けられた。最後のご遺体は1973年2月昭和48年2月、下流200メートル付近の護岸工事中に発見された。国鉄職員の方だった。茂東災害では消防団員、地域住民、地元報道機関員、国鉄職員、乗客など60名の方が亡くなられた。哀悼の広場に立つ石碑には、同日同庁で、増水した新街川で救助中に殉職された方1名も加えて、61名として供養されている。この、高知県茂東大山崩れ殉職殉難者慰霊の像ですが、和歌山県橋本市、大谷善兵衛氏の義兄にて昭和48年10月地域住民と共に慰霊像を建立と、隣の石碑の裏に刻まれています。昭和38年の、神武天皇像制作と同じ方、大谷善兵衛氏は、昭和62年和歌山市の遺章、名称として表彰されている。この哀悼の広場は、土山線上り列車の前面か、右車窓から見えます。茂東駅を過ぎて、トンネルに入る前の少しの間ね。西
2022年6月現在の、大回し山山麓部、崩落を免れた東側の場所は今このように補強されている。地下水排出用水抜き穴もある。シゲトウ災害に関する情報は、気象庁発表観測記録、行政機関広報、各報道機関記録、地質研究報告、国鉄事故記録、諸先輩方の記録などを参考とさせていただきました。皆さん、最後までありがとうございました。